あの日の交差点です。この番組は私まひるがホストを務め、皆さんとカルチャーとの出会い、つまりあの日の交差点に立ち戻り、その延長線上の今について話すというコンセプトの番組です。いつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで、今回はこの方にゲストに来ていただいております。川澄です。お願いします。お願いします。今日の収録日が6月6日日曜日なんですけれども、急遽明日の足りない2人というライブについて語りたいということで、僕のわがままに付き合ってもらって川澄さんにゲストに来ていただきました。はい。で、今日は一つのエピソードかけて明日の足りない2人について話していこうと思うんですが、うん、まずは、今日の流れをざっと確認しようと思います。はい。最初にですね、足りない2人とか明日に足りない2人っていうワードがまあ連発するんですけど、そもそもそれなんだっていう人が聞いてる人の中でねいると思うので、その概要をざっくり説明します。はい。で、その後に、それぞれね、僕と川澄さんがどんな感じで足りない2人に触れていったのかっていう話をしまして、うん、そこから、今回開催されました明日の足りない2人の感想をね話していけたらなと思います。はいはい、そんな感じで今日やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、真昼から、うん、明日の足りない2人と、そもそも足りない2人ってなんだってところからちょっとね簡単にまとめましたので、そちらを読み上げさせていただこうと思います。はい、お願いします。そもそもですね、足りない2人っていうのは何だって言いますと、うん、南海キャンディーズの山里さんとオードリーの若林さんによるユニットでございます、うん、で、その足りない2人というユニットが、まあ、今回のライブ明日の足りない2人に至るまで、ね、ちょっと簡単におさらいしていこうと思いますね。もともとは、後に番組としても放送されるようになるライブの、潜在意識というライブのスピンオフ企画で始まったユニットらしいですね。うん、そうですね。はい。で、人見知りで社交性、恋愛、社会性の足りない2人が、毎回様々なテーマをもとに、各々の足りない部分を暴露し合いながら、最後はそれらの一部をすべて漫才に落とし込み、披露していくというスタイルですね。うんうんうん、はい。で、潜在意識で誕生してから、その後にですね、2012年の足りない2人だったり、2014年のもっと足りない2人という、まあ、日本テレビ系の深夜番組で漫才を披露されてきました。で、2014年8月に開催した番組ライブの、タリスタサマージャム14山里関節祭り。面白いタイトルですね。これ以来、活動を休止していた2人でしたが、2019年の山里さんの結婚を受けて、同年11月に1日限りでライブイベント、さよなら足りない2人みなとみらいで会いましょうを開催されました。はい。で、そこで本当にさよならするのかなと、まあね、見ていた人たちも思っていたんですけれど、うん、2020年4月からは足りない2人2020春夏秋冬と題して、季節ごとに特番が始まりました。うん、その春夏秋冬の冬に新作漫才を披露することを目標に、春夏秋って放送していたんですけれども、うん、秋に亀裂が発生したと、うん、そうですね。はい。で、お互いのラジオを巻き込むという展開を経て、今回2021年5月31日に、2人が初めて2009年に初めてユニットを組み、ライブを開催した聖地、うん、下北沢に立って、オンライン生配信ライブを開催したと、はい、いうことですね。それが明日の足りない2人ということになります。うん、ですね。はい、まあ、同じ説明になりますが、もう一度明日の足りない2人の解説をすると、うん、まあ、足りない2人というコンビがついに解散しますと。で、コロナ禍で延期になっていた伝説の漫才ユニットが、漫才ユニットの解散ライブが、2021年5月31日、聖地下北沢にてオンライン生配信ライブとして開催されます。
客席や全国のあなたのお家、渾身の最後の漫才を披露しますということで、それを受けての今日の感想会ということでございます。はい。はい。それでですね、まあ、僕と川澄さん、どのタイミングで足りない2人を見たのという話をしていきたいんですけれど、はい。まずは川澄さん、どのタイミングで見られたかお聞きしてもいいですか？そうですね、僕はまずその、見始めたのは、本当に明日も足りない2人が、はい、5月31の2週間前ぐらいからなんですけど、はい、本当に見始めたのは、そこからフールに入って、過去の足りない2人から、もっと足りない2人で、さよなら足りない2人と順番に見ていたんですけど、うんうん、すごい、全部見られたんですか？そうですね、全部見ましたね、一気に。すごい。結構ありませんでした。そうですね、まあ、そもそも2012年と14年のやつは、ワンクール分あるんで、うん、ですよね。はい。わあ、それがすごいですね。いやでも面白かったですね。やっぱり。うんうんうん。2週間前からギュッと詰め込んで。本当にそんな感じですね。はい。うんうん。まあ、ヒルさんはどんな感じで？僕はですね、足りない2人ともっと足りない2人っていうのは見ていなくて。で、あと、はい、山里関節祭りを見ていなくてですね、うんうん、で2019年の、さよなら足りない2人みなとみらいで会いましょうというのをリアルタイムでは見てないんですが、はい、Hulu でアーカイブが配信されたタイミングで見ました、はい、だから2019年の年末ぐらいに見ていました、うん、いや本当にあれ年末年始ぐらいに見ましたね、僕。お正月、年末かお正月ぐらいに、あのどぎついライブを見ましたね。そもそも川澄さんが足りない2人を見てみようかなと思ったきっかけっていうのはどこからだったんですか？そうですね。まあ、まずその、ずっとオードリーのラジオ、まあ、去年ぐらいからなんですけど、聞いてて、はい、で、まあ、はい、その中で、ちょうど、今年の3月ぐらいでしたかね。そのまあ、うんうんうん、それまでにもちょいちょい足りない2人っていうワードはラジオでも出てきてたと思うんですけど、まあ、3月あたりにその山里さんがラジオで、とあるそのスタッフと距離を置きたいと思うっていう発言があって、うんうんうん、でそういういざこざの中で、若林さんが山里さんのラジオに乱入するみたいな流れで、はい、はい、ありましたね。はい。そこで、まあ、足りない2人っていうものをよりなんか知りたいなとは思ってたんですけど、うんうん、まあ、その、なんというか、まあ、最後の漫才の前には見たいなと思ってて、で、ちょうど、その、明日の足りない二人が、やりますってなったタイミングだったので、じゃあもうこれは見るしかないと思って、はい、2週間前に。うんうんうん。って感じでしたね。じゃあ割と、なんだろう、気になっていたタイミングでね、こういうのが開催されたんで、おさらいする、はい、いい機会になりましたよね。そうですね。よかったですね。それで、ね、2週間かけて結構熱量を高めて本番迎えられたんじゃないですか？そうですね。うんうん、これね、あの川澄さんとお話しした時に、うん、あスペースでお話しした時に、はい、お話あ自分が話したんですけれど、うん、結構今回の明日の足りない2人課題が忙しかったりとかで見るのを諦めてたところがあったんですよ、うんうん、で諦めてたのであんまり関心持って情報とかも見てなくって、はい、まあなんだろうな自分には関係ないなというかと思って見てたんですよね、はい、だから、まあ、結局は見たんですけど、はい、熱量を持って楽しみにして本番に挑めたら、うん、もう少し違う感じ方したのかなっていう後悔は残っていますが、それでもこんぐらいなんだろう熱量高めて高めてっていけなかった僕でもめちゃくちゃ感動しました、ね。うん、めちゃくちゃ笑ったし、めちゃくちゃ感動しました、ね。そんなん関係ないっていうぐらい。それがすごいですよね、やっぱり。そうですよね。うん、なんで、割と僕たちは、時間をかけて足りない二人っていうのを見てきたわけではない二人なので、うん、はい、なんだろうな、その山里さんと若林さんの12年間のストーリーっていうのを、ちゃんとリアルタイムでは追ってきてないんですけれど、はい、だからこそ見える視点とかね、うんうん、それこそ僕はさよなら足りない2人ともっと足りない2人とか、まあ、そういうの昔の番組っていうのを見てこなかった
視点での感想みたいな感じですし、はい、川澄さんはギュッと2週間で見た感想みたいなのが出るのかなっていうところがあるので、はい、まあ、そういうところをね楽しんでいただきながら、あの明日の足りない2人の感想をみんなでちょっと共有できたらななんて思います。はい、まあね、でこっからちょっと足りない、あ、さよなら、違うわ、なんだ、明日の足りない2人ですね。はい、そうですね、いっぱいあるからちょっと分かんなくて、今からね、あの明日の足りない2人の感想を話していこうと思うんですが、はい、これをエピソードを配信しているタイミングではもうアーカイブ配信期間が終わっていますので、うん、ネタバレ全開でいこうかなと思っています。はいはい、だからね、なんだろう、アーカイブ期間見れなかったけど、うん、他のなんか映像作品として発売された時に見たいよ、楽しみにして見たいよっていう人がもしいたら、うん、まあ、ここでちょっと一旦閉じてもらってっていう感じになります。はい。ここからちょっとネタバレ全開でいこうと思います。はい。あと、まあ、保険を打つわけじゃないですけど、保険を打つわけじゃないですけど、はい。絶対にまとまらない話になるんです。で、よかったねみたいな感じの話になっちゃうと思うんですけど、なんかその熱量を含めて楽しんでいただけたらな、うん、と思ってます。はい。あとね、そう、総括はきっとできないと思います。思ったことから言っていきましょう。はい。じゃあまずはですね、はい、明日の足りない2人この配信ライブどのタイミングで見ましたっていうところをお聞きしてもいいですか。そうですね、僕はまずその本当はリアルタイムで見ようとは思ってたんですけど、はい、その日、はい、月曜日の夜たまたま用事があってリアルタイムで見れなくて、結局次の日の夜に見ましたね、1日後の。はい、うんうんうん、まあ、これもねスペースでお話ししたときにアーカイブ視聴がね当日アーカイブ視聴できるって言って、はい、そうなんですよ家に帰ってきたけど、そうそうそう、翌日の朝10時からアーカイブ視聴可能だったんですよね。はい、そう、本当にもう残念でしたね。すごいがっかりしたんじゃないですか。はい、翌日配信されたすぐ見ました。いや、そこはまだその昼間は学校とか行かなきゃいけなかったので、うん、そうですよね、はい、帰ってきて夜って感じで、もうずっと朝からずっとそわそわして見れるのに見れないみたいな、いや本当に本当にこんな感じです。目の前にあるのに見れないみたいな感じですよね、はい、で僕はですね、はい、土曜日、6月5日土曜日の朝に見ました。はい、でまあ、さっき言った通りあんまり、ね、ちょっと忙しい中にあるので、うん、見ないでおこうと思ってたんですが、はい、その配信ライブ終わった週にスペース、うん、ツイッターのスペースを開いていたら、うん、川澄さんとお話できて、うん、そこで足りない2人がよかったよみたいな、ね、あのお話されていてこれは見た方が、ね、いいっておっしゃっていたので、はい、それが最後の一押しになりまして、いやーよかった。いやでもね、そう、僕見終わった直後に川澄さんに連絡したんです。いや本当川澄さんとお話ししたのが最後の一押しになりましたって、はい、本当に本当に見てよかったですって、いや本当ね、川澄さんとあの時お話ししてなかったらこの感動を味わえてなかっただろうなと思うといや本当よかったなっていや思ってます。はい、でね、そのスペースで川澄さんとお話ししたときに、はい、ね、これ良かったからぜひ見てほしいっておっしゃってたときに、はい、きっとなんかたくさん話したかっただろうなって今思うときっとたくさん話したかっただろうなって思うんですけどね、はい、当時の僕は、はい、足りない2人を見てなかったし見るつもりもなかったので、はい、なんかすごくもどかしかっただろうなって見終わってからずっとそう思ってました。こんな気持ちだったんですね。いやーそうなんですよ、うん、いやー明日の足りない2人どこから話していきますか。うん、そうですね、まあ、まずはめちゃくちゃ笑ってめちゃくちゃ泣いたっていうのがやっぱり、はい、いやーそうなんですよ、うん、なんか
泣いてるんだけど笑ってるし、うん、笑ってるんだけど泣いてるんですよね。うん、いやそうなんですよ。はい。うん。川澄さん、ちょっとなんか感想をまとめてこられたって話されてましたけど、はい、川澄さんの感想からお聞きしてもいいですか？あ、いいですか？はい、お願いします。そうですね。まあまずその、はい、めちゃくちゃ泣いたんですけど。はい、その泣いた理由というか気持ちというか率直ながあって、はいはい、うん、まずはそのすごい足りない2人への感謝というか、そういう気持ちがすごい溢れ出てきて、その、うんうん、まあ、そのライブ配信の中であった流れとして、その最初は2人の掛け合いですごい漫才で面白い回だったところだったんですけど、まあ、後半から少し流れが変わってというか、うんうんうん、そのお互いの足りない部分を引き出し合って、あそこすごかったっすね。いやすごかった。で、うん、最後にはもうそれを足りなくてよかったっていう結末で締めてくれたのが、うん、なんかそのすごい、なんていうか足りないっていうのをもともと2人はその、まあ、それこそ最初の頃は本当に周りから見ても自分たちでも足りないっていう気持ちがあって、うんうんうん、でそんな中でその足りなさを面白く笑いに変えてくれてた部分があって、うん、で2人もまあその、うん、足りないって思いながらも、まあ、なんとかそれを乗り越えたいみたいな気持ちの中でやったと思うんですよ、うんうんうん、最初、うんうん、で、はい、でもそこからなんていうか、さよなら足りない2人、5年後のさよなら足りない2人で、はい、その新しい宣言というか、うん、決意を決めたというか、足りないっていう部分を乗り越えてやっていこうみたいな、そうですよね、はい、流れになって、でそこから今回、うん、明日の足りない2人でどうなるのかなって思ってたら、そのなんか正直自分が思ったのとは全然違う展開だったというか、それこそその2020の春夏秋冬では、その春夏秋と、はい、その山里さんは、はい、そのさよならでその変えていこうっていう決意があったけど、うん、結局その嫉妬だとか不満だとかそういう気持ちがずっと込み上げてくる、はい、でそれに対して若林さんはそのなんだろうな、まあ、MC として俺たちはこうなっていかなきゃいけないんだっていうのを、自分をだましだましでもやっていかなきゃいけないんだっていうことを山里さんにずっと呼びかけるみたいな流れが春夏秋ともうずっと続いてたと思うんですけど、まあ まあ、それを見るともう本当に足りないを超えていこうっていう感覚があったんですけど、そうですね、さよなら足りない2人で言っていた新しい武器を見つけるっていう方向に向かっていってたってことですよね。そうですね。で、うん、今回の明日の足りない2人ではそのどっちかっていうと逆というか、うんうんうん、その足りないを超えようと思ってたけど、もう昔からずっと思ってきてると、その気持ちはずっと変わんなくて、うんうんうん、でそんな中でいろいろ環境とか立場とかも変わっていって、でも結局俺たちがやっぱり足りないんだっていう、うん、だからもうその足りないままで明日も生きていこうっていう、その足りないっていう部分を持ったままでいいから、もう明日まで、明日も頑張っていこうっていうところで背中をすごい押してくれたみたいな、いやーほんとそう、ほんとそう、うんうん、でそういうなんというか希望を与えてくれたっていう意味ですごい感謝の気持ちが込み上げてきて、はいはい、涙が、はい、止まらなかったっていう感じですね、うんうんうん、じゃあ割となんだろうな、その足りなさを乗り越えて新しいとこ武器を見つけてやっていくっていうと、うん、まあ、足りない2人を見ている視聴者からしたら結構一歩先のステージに行かれちゃう感じってあるじゃないですか、うん、そうですね、なんかその自分たちのいるステージを認める、足りなさを認めるっていうのは自分たちのいるステージを認めてくれる感じがあったっていう意味での感謝であり涙でもあったってことですかね、うん、そうですね、うん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 、いやーわかりますね、うん、いやほんとそうですよね、うん、足りなさか、なんか川澄さんが、こんな言いにくいかもしれないですけど、はい、川澄さんが自分足りないなと思うとこってあります？そうですね、まあそれこそなんだろう、2人も最初のやってた社交性のなさというか、なんかうまく人とコミュニケーション取るのがあんまり得意じゃないとか、
そういうのもありますし、まああとはなんていうか、その結構性格的にいろいろものが続かなかったりするとか、そういう、ああわかります、はい、はい、だらけてしまう気持ちというか、そういう部分でやっぱ直したいなとは思うんですけど、やっぱなんかその、うんうん、どうしてもついてきてしまうものというか、それがずっとありますね。でもなんかそう思うと、足りなさを持ってない人っていないんじゃないかとも思いますよね。そうですね、完璧な人がいないというのとまあ同じ話になってくると思うんですけど、うん、まあ半分僕の感想入ってきちゃいますけど、その、はい、足りん、なんだろうな、足りなさっていうのを足りないって言えるって強いなってめっちゃ思うんですよ。うん、そうですね。いや、わかります。すごいわかります。うん。なんか、その、あ、なんか泣けてきちゃった。大丈夫ですか？泣けてきちゃった。うん。足りないの、足りないって言えるのが、うん、なんだろうな、強さなんだなって思いますし、うん、それをね、笑いとかショーにして届けてくれるっていうのは、うんうん、本当に希望を見せてくれるじゃないですけど、うんうん、なんかね、次のステージに行くのは行くで、そういう道もあってもいいけど、うん、逆にこれを受け入れて他先にも道があるんだよっていうのをね、うん、なんか見せてくれた感じがしましたよね。そうですね。じゃあまた後ほど僕の感想言った後にいろいろお話ししようと思いますが、はい、ちょっと僕の感想も言っていいですか？はい。聞かせてください。あ、ほとんど同じような内容になるんですけど。はい。僕一応感想書いたんですけど、ノートに。ノートに書いたんですけど、はい、ね、見終わった後、バーッと手書きで書いたんですけど、なんかなかなかまとまっていなくてですね。うん。川澄さんは結構、足りない二人の、なんだろうな、ストーリーもしっかり入った状態で見られていたので、はい、さよなら足りない二人から、さらに、春夏秋冬の春夏秋っていう、ね、うん、流れを踏まえて今回明日の足りない二人見られたと思うんですけど、はい、僕結構ねしっかり抜けちゃってたんですよ、さよなら足りない二人と、うん、あと春夏秋冬が、うん、で振り返ってみたら春夏秋冬一応見てたんですけど、はい、ちゃんと入ってなかった、うん、そのストーリー性っていうのが抜けちゃってたんですよね、うん、だから意外とねそこのに響いたってことはなかったんですけど、はい、なんだろうな、これはね後々自分がの感想を話し終える頃には分かってもらえると思うんですけど、はい、僕の感想を端的に言うと、はい、やっと自分がスタートラインに立った道っていうのを目の前で乗り越えていく姿が見えたライブっていう感じがしたんですよね、うんうんうん、まあそこに向かってちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、お願いします。で、まあこのあの日の交差点っていう番組でも後々配信していくと思うんですが、はい、最近すごく関心のある題材がありまして、それがあったかもしれない未来っていうのとできなかったことっていうのをどう受け入れるかっていうのがすごく関心があって、自分の中でよく考えるんですよね。はいはいはい。で、もう成人もしてこれからまあ大学の学年も上がっていくし就職も近づいてくるしって なる中で、なんだろうな、できなかったことも増えていくし、うん、それと同時にあったかもしれない未来も増えていくなって思うんですよね。うんうんうん、はい、わかります。はい。で、その今回の足りない二人と重ねると、うん、足りなさを乗り越えて新しい武器を見つけていこうっていうことを、それを散々12年間、まあ、やってきたし、足りなさと向き合っていけばその先に行けるんじゃないかって足りない二人はやってきたし、はい。で、さらにさよなら足りない二人からは新しい武器を見つけていこうっていう流れに持ってきたけど、うん、でもやっぱりその足りなさっていうところからの乗り越えられないというか、はい、なんだろうな、
そこと決別することはできなかった感じがしていて、それはすごくネガティブな意味じゃなく、うん、事実としてできなかったっていう感じがあって、はい、うんうんうん、で、僕の話で言うあったかもしれない未来っていうのは、足りなさを乗り越えた新しい武器を見つけた未来、うん、そのあったかもしれない未来をずっと追いかけてきたけど、うん、あれってああ、あったかもしれないだけでないんだなっていうのを、うんうん、なんか2時間かけて飲み込んでいってるような気がしたんですよ、2人が、うん、なるほど、うん、なんかその事実を受け止めて、受け止めるために2時間かけていたっていう感じがしていて、うん、なんかその言葉の一つ一つに、あ、この人たちは、なんだろうな、ある種の定年、諦めの念じゃないですけど、うん、を自分でぐっと飲み込んでるんだなっていうのが、うん、うわ、すごい、この人たち、そんなことができるんやっていうのが聞いて、うん、涙しちゃったんですよね。なるほど。で、はい、僕が、あ、これからありふれあったかもしれない未来とできなかったことって増えていくんだろうな、それってどうやって向き合っていったらいいんだろうかって思い始めたところで、うん、あ、ところだったんですけど、はい、あの足りない二人のお二人は、うん、そのね、その道っていうのを、僕がスタートラインに立った道っていうのを、うん、もう乗り越えていく、目の前で乗り越えていくっていう感じがしていて、うん、もうね、めちゃくちゃ泣いちゃいました。うん、すごっと思って、うんうん。そうなんですよね。で、まあこれ、最近のオードリーのオールナイトニッポンで若林さんがお話しされていたことにも重なるんですけど、はい。俺は24時間若林正康なんだっていう話されて、うん、てましたけど、覚えてますかね、あの頭痛の話かな、されてた時かなと思うんですけど、俺は24時間若林正康なんだっていうのをおっしゃってたのが、うん、妙になんか僕残ってて、はい、あ、確かにそうだよなと思ってて、うん、で今回のライブ見た時にそれも思い出したんですよね、うん、で足りない2人が今回で解散するって言っても、うん、若林さんも山里さんもその人、なんていうのかな、山里さん自身、若林さん自身は、うん、それぞれ自分と死ぬまで、付き合っていかないといけないし、うん、見ている視聴者は足りない二人っていうのとお別れするけど、うん、あの人本人たちはまだまだずっと付き合っていくんだなっていうのを、なんかすごく感じたんですよね。あ、この人たちはずっとこれから先も足りなさっていうのをと向き合っていくんだなって思って、うん、はい、なんかその、うん、未来を見ている感じっていうのがなんだろうな、なんていうかな、うん、そう、まさに受け入れた感じっていうのを感じたんですよね。うん、はい、なんか、うん、この先もずっと付き合っていくよ俺たちはって言えた感じっていうのがね、うん、すごく感じました、うんうん、あとちょっとだけお話ししますと、はい、そう、なんか俺らはあっち側に行けないんだなって感じありましたよね、うん、ありました、ライブの中でヘリコプターの壊した場面というか、はい、そうです、そうです、あの一言がなんか、うん、いけないことが感動を生むんじゃなくて、うん、いけないっていうことを真正面から逃げも隠れもせずに受け止めて、うん、受け入れて、うん、でまあ、そのことに涙したし、うんうん、でなんかこれは見終わってすぐは言えなかったんですけど、うん、今日かな、昨日か、うまく違う言葉で言い換えられたんですよね。はい。はい。なんだろう。その、ある種の弱さ、足りなさっていうのはある種の弱さでもあるじゃないですか。はい。でも、その弱さっていうのは、絶対的な弱さでも、相対的な弱さでもなく
て、うん、自分が思ってる弱さなんだなっていう感じがしていて、うんまあ、人から言われることもあるだろうけど、うん、でもそれを弱さって最後まで思うのはやっぱ自分だし、はい、逆にこういう性格は弱いっていう絶対的なもの物差しもないし、うん、でその自分が思っている弱さっていうのをその人自身が定義した弱さっていうのを、うん、なんだろうな、俺はこれが弱いって認めて、うん、でもこれと付き合っていくんだよって認めた瞬間に、うん、それが強さになっていくんだっていうのを感じたんですよ、うんうんそれをなんかすごく感じさせてくれるライブだったし、うん、まあ、足りない二人の12年間って結局ここに向かってたんだなってね、後から振り返ると、うん、思いましたよね、はい。なんか、足りないよ足りないって言えるし、うん、言えるっていう、なんだろう、足りない二人っていうタイトルをつけた時点で、うんその自分が思っている足りなさ、弱さみたいなものを受け入れるってところに向かってたんだろうなって勝手に思っちゃうというか、うん。はい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 。なんか最初言ったように、足りなさを足りないって言えるの、すごいよなっていう、うん、強さだよなって、うん、そう思いました。ちょっと長く話しましたが、はい。なんかそういうところに僕は、涙しましたね。そうですね。うん、なんか人がこう、ね、外から勝手に言うもんじゃないと思うんですけど、はい、ある種のなんか、お二人の転換点の一つになるんじゃないかなって勝手に思っちゃったっていうか、でもなんかそういう、それぐらいのものを見たよなっていう、うん、気がしましたよね。そうですね。なんかその、うんまあ、感謝もありますし、なんかそういう、うん、そうやって決めたんだっていう二人をなんか応援したい気持ちというか、うんうんうん、そういうのもなんか含まれてる気がしますね。自分の心の中には。いやー、わかります。うん。なんか、ね、足りなさを受け入れることが、うん、全く諦めじゃないというか、うん、なんか諦めじゃなく、うん、足りなさと付き合っていくっていうのはこういうことなんだぞっていうのを、うん、なんかね、見せてくれてくれたし、これから見せてくれるんだろうなっていう気がしていて、はい、なんか僕も割と、自分の弱いところだったりとか、うん、それこそ、ね、ちょうどこのエピソードを配信するタイミングと同じタイミングで、メンタルヘルスのシリーズが始まるんですが、はい、あの日の交差点でメンタルヘルスのシリーズが始まるんですが、はい、そこでね、僕がすごく落ち込む話をしてるんですよね。うんうんうん、まあ、そういうところも足りないなっていうか、思うことあるんですよ。はい、でもなんか、ずっとそれを乗り越えよう乗り越えようとしてきたけど、うん、それ以外の道もあるんだよなーって思わせてくれましたね。うん、なんかそれって敗北以外の認めるっていう道があるんだっていうか、感動しました。うん、なんかね、もう、すごーって言いながら泣いてました。言っちゃう、それーと思って。それでいて、ね、ちょっとオープニングから遡ると、うん、エヴァのオマージュから始まり、うんうん、なんか、あれで結構グッときちゃって、なっていうのもありましたね。はいはいはい、これまでの足りない二人っていうオープニング映像流れて、で僕終えてなかったんですけど、これまでの足りない二人終えてなかったんですけど、はい、なんかちゃんとあんな即興漫才の中にも今までやってきた小ネタ、うん、ね、そうですね、うん、ちゃんとあったんだっていうのを僕はそこで知って
ちゃんとそういうストーリー性も見せてくれるんだなっていうか、お決まりのね、フレーズとか、お決まりのネタとかね、やってくれる感じとか、まさにヘリコプターとかもそうですけどね。うん。どうですか、川澄さん。はい。他にちょっとお話ししたいこと。そうですね。はい。まあ話したいことというか、その、はい。ちょっと昨日考えてみて思ったことなんですけど、うん、なんかその、アーカイブとかをもう一回見ようかどうしようかな、みたいな気持ちがあって、はい、その、一、うんうん、回目で伝えたいことが全て伝わった気がするし、まあ、もちろん、2回見たい気持ちもあるんですけど、うんうん、で2回見てもやっぱりもちろん笑えるし、泣けるし、ジーンとくるとは思うんですけど、うんうん、なんかそういう1回目に見た部分はどうしてもちょっと軽減されちゃう気がして。そうですよね。うんうんうん、その、2回目を見たときにそのまんまで終わってしまうのは嫌だから、でも2回目見たときに今ちょっと見たいなって思ってるんですよ。うん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 。いやー、それ迷うところですよね。割となんか、うん、ほぼ1週間ぐらい経たれてるわけじゃないですか、川澄さんは、はい。その期間でね、頭の中で、まあ、自分の中でさらにあの明日の足りない2人っていうのを整理して作り上げてっていうのがあったと思うんで、うん、もう一回見てしまうと、なんかまたリセットされちゃうかもしれないっていう不安もありますよね。はい。まあ、わかるな、そのカット。うん、アーカイブ見るかどうか、うん、なんか例えばこれが1年後とかなら、はい、またねなんか感動できるんだろうなと思いますけど、わ、ね、はい、かります、わかります。1週間ぐらいのスパンで見ちゃうのはすごく悩むところ。そうですね。うん、そうですよね。うん、あと今ちょっと思い出したんですけど、はい、結構クリーピーナッツへのストーリーみたいなのも、ぐっと来たんですよ、ね。わかります、わかります。あ、まあ、そこはちょっとやばかったですね、本当に。ですよね。登場した時に。もう外せないですよね。うん。で、ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、僕が3、4回涙した場面があって、はい。1個目ちょっと忘れたんですが、はい。二個目が、山里さんが、自虐の竹槍でしたっけ、はい、そうですね。を、池に投げ捨てて、うん、で、そこから神様となった、うん、若林さんが出てきて、はい、で、そこで自虐の竹槍してるんじゃないよと。うん、まあ、さよなら足りない二人から、春夏秋冬を経て、うん、そのね、自虐っていうのを捨てて、うん、新しいステージに行こうってやってきたけど、うん、やっぱり山里さんって、うん、それが武器だし、それをずっとやってきたし、うん、それを受け入れられない若林さんは、自分はそれを認められないのは未熟だなって言った瞬間が、うん、なんか、ね、なんかスイッチ入った感じがしたし、なんかもう目の色変わったし、表情も変わったし、うん、でそこでもう、ばーっと泣き出しちゃって。うん。わかります。同じです。はい、僕もそんな感じです、うん。で、若林さんの表情すごすぎませんでした。いやー、そうですね。それこそ今言ったところもそうだし、うん、その後の、なんだろう、若林の傷つけ方、って言って自分でな、うん、めった、自分をめった刺しにしていくときの表情もそうだし、うん、なんだろう、なんか、本当に傷つけ、自分で自分を切っている顔っていうんですかね。うん、本気の顔っていうんですかね。うん、思いましたね、うんうん。あの迫力だから涙できたなっていうか、生半可でショーとしてやってない、うん、いい意味でやってない感じっていうか。はい。ぐっときましたね。うん。うん、そして、ヘリコプターのところで、うん、
出てきた、足りない2人っていうのを続けていっても、うん、なんだろう、足りないっていうのがネタにできるだけで、それ、うん、その先に行けないじゃないかと、うん、っていう、なんだろうな、ある種の自己批判みたいなところから始まり、うんうん、で、足りない2人っていうのを続けていったら、うん、それに共感した新潟の DJ と大阪のラッパーが、うんうん、って言った瞬間に僕泣いちゃいました。いやー、わかります。それはそこでクリーピーナッツのストーリーがリンクしてきて、うん、もうボロボロ泣いちゃって、うん、いや、そうだよな、後に繋がってきてるよなっていうか、うんうん、その後のエンディングでの2人のパフォーマンスだったりとか、うん、クリーピーナッツのお2人のパフォーマンスだったりとか、うん、パフォーマンスを終えての、4人が対面したときに若林さんがおっしゃった、はい、頼んだよっていう一言とか、いや本当に、あ、ちょっと今泣きそうなんですけど、うん、わかります。うん。なんかそのストーリー性も含めて、めちゃくちゃなんだろうな。うん。泣いたな。うん。うん。でね、これ、川澄さんとツイッターのスペースでお話ししたときも話したんですけど、はい。若林さんのエッセイの、表参道のセレクテンとカバーニャ要塞の野良犬っていう本があるじゃないですか。はい、逆だったかな、これいつも間違っちゃうんで、もしかしたら逆だったかもしれないですけど。はい、このエッセイの文庫版で DJ 松永さんが後書きを書かれてるんですね。はい、で僕はそれを読んで、一冊本を読み終えて最後に後書きを読んで涙したって話したんですけど、はい、なんかね、全く同じような、なんか、ストーリー性を感じたんですよ、今回。うんうんうん。だからまだ、川澄さん読まれてないってことですから、はい、ぜひ読んでいただきたいなって、はい。わかりました。思います。もう、なんかね、本当にあれと同じような、ストーリー性、感じましたね。ドキュメンタリー性というか。ああ、今すごい、思い出してグッときちゃったな。うん、いや、そうなんですよ。話したいけど、話したら泣いちゃうんですよね。はいはいはい。うん、あと何か、まだまだ多分話足りてないことがいっぱいあるんですけど。そうですね。うん、まあ、その、一個話したい、例えばやっぱ、はい、あちこちオードリーの、うんうんうん、アツさんがゲストで来た回。はい。やっぱその、足りない二人を見てからの繋がる部分というか、うんうん、その、若林さんが今までその、MC を任されるようになってきて、うん、こういう悩みあってとか、うんうん、なんかやりたいことができない期間がずっとあって、みたいな。うん、うん。でもそんな中で、りょうさんは、要するにりょうさんじゃない、アツさんは、今が一番楽しくて、はい、やりたいことがどんどん増えていくっていう話をしてて、うん。うんうん、で最後に若林さんが夢がすごい広がりましたって言ったので、うんうんうん、なんかそれもなんかやっぱりあ前に進んでる感じがするなっていうのもあって、うんうん、またあそこでもグッときましたね、うんうん、あちこち踊りに、うん、あそうなんですよね、川澄さんは足りない二人を経て、うん、あちこち踊り見られてるんですもんね、うん、はい、ああそうだ、重なるところは絶対ありましたもんね、あそうやって見てたらまたその、グッとくるところあったんだろうな。僕はあちこち踊りを先に見たので、うん、それはそれで、なんだろう、涙するとかじゃないですけど、うん、あ、なんかすごくいい回見たなっていう感想だったんですけど、うんうん、ああ、そうだな。二度楽しめたかもしれないですね。まあ、もう一回見てみても。まだ見れますからね。はい、そうなんですよね。うん、では、オードリーのオールナイトニッポンが、割と、なんだろう、ドキュメンタリー性があるじゃないですか。なんか、オードリーという芸人のドキュメンタリーというか、はい。お二人がなんかそういう感じでやってこられてるんで、うん。あちこちオードリーもそうやって重なっちゃうし、うん。足りない二人もこうやって重なっちゃうし、うん。そこがすごく面白いと同時に、うん、なんか自分も頑張ろうって思えるし、うんうんうん、あ
と、これは直接足りない2人には関係ないかもしれないんですけど、そのなんか作品とか、はい、まあ、話を聞いたりとかして頑張ろうって勇気をもらえるってことあるじゃないですか、はい、で僕もそういうこと今までもたくさんありましたけど、はい、なんか割とその感覚っていうのが最近変わってきまして、うんうん、だから頑張ろうっていうと僕の中では結構やる気に直結するんですよね、うん、だけどやる気っていうのが僕の中ではあまり長続きしなくって、はい、でその長続きしなさっていうのでまた落ち込んでいったりするんです。わかりますわかります。あそこでね、あそこでもらった勇気は何だったんだみたいな、うん、そこで落ち込んでいくんですけど、うん、なんだろうな、やる気に直結しないけど根本的に励まされるというか、うん、ポジティブな心理的変化があるんだけど、うん、一時的なやる気とかじゃないなんか励まされ方、うんっていうのがあるんだっていうのに最近気づいてきて、はい、これはうまくまだ言語化できてないんですけど、はい、もうそれと全く同じようなものが今回の明日の足りないサリーにもあったなって思いますね。わかります。なんか一過性のものじゃないなというか、うん、あるし、何かあるたびに思い出したいって思えるような、うん、って思います、うん、すごい刻まれましたね心の中に、うん、いや本当生き様芸人って言われますけど、うん、でもあれだな、川瀬さん不毛な議論も結構聞かれてるんですっけ。いや毎週聞いてるわけではないですね、うんうんうん、はい、だから割と僕たち二人は若林さん側で喋ってるじゃないですか、はい、まあ、結局それをまたね山里さんから言わせれば8割オードリーファンじゃないですけどなんだろうなっていや、そういうの言ってるの見て、うん、あ、なんかすいませんって気持ちにもなったし、うん、まあそうですよねって感じになっちゃいましたね、うん、あ、結構オードリー側で見ちゃってるっていう、うん、若林さん側で見ちゃってるっていうありますよね、うん、でもなんかスペースでね、ツイッターのスペースで何人かの方とこの前お話ししましたけど、そこでも割とオードリー側、若林さん側っていう感じしましたよね、うん、そうですねうん、うん、でも どっちであれこんだけ泣けるんですから、そうですね、うん、全く関係ないですよ。別にどっち派としても見てないですしね。うん、入ったきっかけっていうだけの話なので。そうですね。うん。あとなんか結構泣いちゃった話ばっかりしたんですけど、はい、まあ、ほとんどもう時間ないですけど、はい、なんかお笑いとしてすごかったなっていうところももちろんありましたし、うん、やっぱり、お互いの実力がすごいなって、節々に感じましたね、うん。ありますね、それは。なんか、若林さんの構成力とかもそうですし、うん、山里さんが、自虐の竹槍を、うん、若林さんに返してもらって、うん、で、そこで、いろんな弾をね、弾いていく訓練をするっていうくだりがあったじゃないですか、うん。はい、ありましたね。で、あれを、なんか、矢継ぎ早に出せる若林さんも、もちろん準備はされてたと思いますけど、うん、その表現が的確だし、うん、表現がすごく的確だし、うん、だし、あんなスラスラ出せるし、それに対して、本当に、なんだろうな、正解の返しをしてくる山里さん、うん、すごいなって、いやすごいすごいですよね本当に あそこすごいなと思って、うん、こんなことできるんだって思いましたね、うん、何も考えずに見ようと思えば見れてしまったところも、うん、うわ ここで0コマ何秒の間も開けずに返せるんだとか、うん、いやー見返したいけど今返すともったいないよなっていう気持ちわかります。葛藤ですね、うん、
そうなんですよね。だから僕は割とそのあったかもしれない未来とできなかったこと、うんうん、まあ、それとの向き合い方として、うん、なんか一つの形を見せてくれたなっていうふうに、足りない、うん、明日の足りない二人を見ました、うんうん、見終わって最近関心あったことにつながっ、見てる途中かな、見てる途中でつながってきてることに気がついて、うん、うわ、ここに立ち向かってるんだと思って涙したところがあったんで、うん、割と僕はそこで見たなって自分の中でも整理できたし、はい、うん、そんな感じですね。うん、あーでも、ね、なんか大したこと言えてないけど、川澄さんと今お話できてすごく楽しいです。いやでもこういうことなんですよね。なんか感想語り合うって別に答え導き出せなくてもいいけど、うん、そうですね。よかったよねで、うん。いいですやんって、うん、思います、うん、よかったねよかったねでいいじゃんって最近すごく思います。うん、そうですよね。なんか最後なんか言い残してある気がするな。言い残したことある気がする。言い残したことある気がするな。うん、なんかないですか、川澄さんは。うーん、いや、ある気がするなって感じだと思いますけど。全然総括はできないですけど、全体像はあんま見えないですけど、うん、自分が感じたとこは言えたかなっていう感じはしましたね、うん、はい、伝わりました。うん、川澄さんのなんだろう、足りなさを、うん、なんだろう、受け入れていってくれる姿に感謝するし、うん、そこに涙したっていうのもすごくわかりますし、うんうん、さらにね、あのギュッとギュッと今までの足りない二人っていうのを2週間かけて見られたわけですから、うん、だからこそ感じる、だからこそ感じる、なんだろうな、その明日の足りない二人で足りなさに戻ってきた感じっていうところ、うん、より強く多分感じられたんですよね。そうですね。川澄さんは。はい、うん。なんかその感想を聞けてよかったです。うん。うんうん。あー、喋り足りないな。喋り足りないけど、何か出せる気もしないし。うん。って感じがしますが。はい。で、今収録しているタイミングでは、山里さんのラジオも聞きましたし、はい、オードリーのオールナイトニッポンも聞きましたし、はい、これからもなんかオードリーゼも山里さんもなんか楽しみにお二人の姿見ていきたいなって思いましたね、うん、はい、近いところで言えばスペシャルウィーク、オードリーのオールナイトニッポンのスペシャルウィークでは春日さんの奥さんの久美さんもいらっしゃることですし、楽しみです。近いところではそこを楽しみにね、また、はい、皆さんオードリーなり、あの南海キャンディーズなり、うん、ね、楽しんでいきましょう、うん、全然うまくまとめられた気がしないですけど、これを聞いてね、また言いたいことあったら、あのハッシュタグあの日の交差点つけてつぶやいてくだされば僕たちを見に行きたいと思います。はい。本当はね、もっといろんな方とね、そうですね、お話ししたかったんですけど、うん、ちょっとタイミングが合わなくてこんな感じになりましたが、うん、川澄さんお付き合いいただきありがとうございました。いや、ありがとうございました。楽しかったです。はい。こちらこそ。はい。じゃあ今回ちょっと足りない、明日の足りない二人の感想会は一旦ここまでという形で終わりにしようと思います。はい。この番組を聞いての感想などは、ハッシュタグあの日の交差点をつけてつぶやいていただけるととっても嬉しいです。またたくさんの方とお話ししたいなと考えていますので、少しでも興味があれば真昼の深夜のツイッターアカウント、もしくは、あの日の交差点番組ツイッターアカウントにご連絡ください。どちらも概要欄に貼っておきます。それではまた次回お会いしましょう。真昼でした。
Thank you.